皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回は初心者の方が必ずミスを犯したであろうメンテナンスの場所ですね、まとめてみました。これ実際に僕も初めてやった時にミスを犯したことがあるんですよ。なのでこの後ね、初心者の方がいざメンテナンスをやってみようという形でやった時にミスを犯さないようにするためにビデオをまとめてみましたので、そちらを見ていきましょう。チューブに穴開けちゃうやつ、このレバーでね。一見めっちゃ便利じゃんっていうねことなんですが、このレバーがですね、災いを引き起こすわけですよね。こうチューブをちゃんとなんていうの、タイヤの中に入れないままね、こうタイヤをこうホイールに入れちゃう行為をしてしまうと、リムの部分とチューブをね、このレバーで挟んでしまってチューブに穴を開けちゃうと。これね、遠くに行って森の中でチューブ1本しかないことを想定してみてください。途方に暮れるわけです。まあ僕はね、もうこれ何度もやったことあります。ベルギーのね、もう山奥でもう車もほとんど通らないような場所でチューブ1本しかないと、ああこれ慎重にやんなきゃなって言ってこう空気を入れた時になんかスーッと音がするわけですよ。わあマジかみたいなね。でもう何時間も途方に暮れた経験がありますので、まあ、チューブ2本持っとけばね、まだねちょっとリスクはね2分の1になるんですが、このレバーを使ってタイヤを入れる時は、チューブをねこのレバーに挟んで穴を開けないようにしてください。よし、じゃあボンベでサクッと空気入れましょうとね。ボンベ、わかります？これね、またこれクセモンなんですよ。初めて使う時、あれこれどうやって使うんだみたいなね。これお店の人もねちゃんと説明してくれたらいいんだけど、まあ聞かないやつね、人も悪いんですが、これ使い方意外とわかんないんですよ最初で。なんとなく、あ、ボンベ持ってますみたいな感じで初心者の方が取り出すんですが、ほとんどの人がこれ使い方わかんない人が多いですね。でこれ使い方わかんないまま空気を入れようとするとどうなるか、さあ見てみましょう。こんな感じになりますよ。よし、じゃあガスボンベで空気入れていくか。え、これどうやってやるの？こっちか。あれ全然ならないけど、ならないんだけど、え、なんかピュープシューって言ってるけど、え、なんだこれ。はい、こんな風になりますんで、ちゃんとボンベの使い方皆さん今一度確認してもらってね。結構まあ1本ボンベ、まあたかが知れてると思うんですが、値段的にはね。ただやはりこのボンベで楽々入れようと思ってたのにっていうね、この腕の力がない方とかね、そういう方なんかはもう絶望的な状況に陥ると思いますので、このボンベの使い方皆さん今一度確認しておいてください。ミステイクその3でございます。はい、その3はですね、これポンプ、さっきのね、まあ、ボンベの話もしましたけど、まあ、ポンプとかボンベとかこのバルブね、バルブの部分に、差し込んで、まあ、空気を入れていくわけですが、このバルブの部分、僕は何度もやったことあるんですが、これ頑張ってこう入りづらいものをこうやってこう無理やり入れたりとか、あとは外すとき空気のね、あの圧がかかっていると結構ここは スパーンって抜けるじゃないですか。でこの結構力がないと外せなかったりするんですよ。で外すときに結構グラグラさしちゃって、あのこのバルブの部分をね、こうなんかピョイーンって曲げちゃったり、ピョイーンってね、あのそういう感じになっちゃうと空気はね今度入れるときに入れづらかったりとか、あとはもう最悪のパターン、これバルブが折れちゃって、これチューブを使い物チューブをダメにしちゃうなんてこともねありえますので、この差し込む時、ここね差し込む時は細心の注意を払ってください。さもないとバルブが折れるでございます。いや、やったことある人いっぱいいると思うんだよな。サドルの調整をする時、皆さんどういった形でやりますかね。これ当たり前なんですが、ボルトを緩めてサドルの高さを調整して締めます。これね、この一連の作業すごい簡単だし自分でもできるじゃんという形でやるんですが、
あれこれどこまで締めたらいいんだろうとね、さまざまな項がありますけど、実際にこれまあシートだいたい5ミリか4ミリだと思うんですけど、六角のね、この六角、これ三角形のやつなんですけど、これで締めていくときに、あれどこまで締めたらいいんだろうとわからないまま、どん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 ね、まだ締まるじゃん、まだ締まるじゃん、まだまだ締まるじゃないかという形で締めていくと何が起こるか、これ僕やったことあるんですけど、シートクランプのね、ネジがバチカーンって感じで飛んじゃうわけですよ。最後にヒェーはよくわかんないけど飛んじゃうわけですよ。で飛ばしたらね、これね、なかなかこうキャニオンなんかすごいこうスモールパーツ、クランプの方が送料より安いんだけどみたいな、送料がクランプより高いんだけどみたいな話になったりとかね、結構ねややこしい話になっちゃうんで、チートクランプを締めるときね、これ必ずトルクレンチ使わないと、僕がやったようなチートクランプのネジをバチコーンおへへへへってびっくりするよね、事案になりかねないので、これね皆さんぜひシート調整、高さ調整するときは必ずトルクドライバー、トルクレンチね、使わないと僕みたいな経験をしてしまうので、ぜひこれミステイク4番目、シートクランプネジ締めるときは必ず使うようにしてください。お願いします。おー、舐めた。あ、すいません、ミステイク5個目でございます。5個目はですね、これまあ、さっきのシートクランプのネジをね、飛ばしてしまう、ボルトを折ってしまうっていう、まあ、こととねちょっと似てるんですが、ステムのネジとか、まあ、どこのネジでもそうなんですけど、このちゃんと六角レンチとかあとトルクスねありますけど、これをちゃんとネジの部分にしっかりと差し込まないまま、締めちゃう、ボルトにねトルクをかけてしまうと、滑っちゃってボルトを舐めてしまうというミステイクしたことある人いるはず。僕何回やったか分かんないですよ。なんかもう高校の時なんかね、先生にめちゃくちゃ怒られてボルトを舐めたことがきっかけでね、なんかその日は練習になんなかったっていう、そんな寂しい思い出があったりします。なんてね、そういった大事なね、皆さんが持っている自転車、お持ちの自転車が、ダメージを負わないようにですね、しっかりとボルトね締めるときは必ずちゃんと差し込んであるかどうかを確認してからトルクをかけて締めていくようにしてください。これはね、ちゃんと差し込まってない差し込めてない状態で締めちゃうと、これ別にトルクレンチ使ってようがトルクドライバー使ってようが関係なく舐めますんで、ボルトのことを舐めないようにしてください。そこのとこよろしくっす。さて皆さん、いかがだったでしょうか。今回の、まあ、ミステイクするであろう場所を集めたビデオになりましたが、参考になったでしょうかね。今後ですね、初めてメンテナンスする方はですね、ぜひ今回のビデオを参考に、注意しながらですね、自分のバイクメンテナンスしていってほしいと思います。今回の動画も参考になったと思っていただけたら、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。そしてね、最近ね、GCL の T シャツ等もね新しくなって、すごく着心地が良くてね、いい感じなので、ぜひウェブサイトの方でチェックしてみてください。それでは皆さん、次のビデオでお会いしましょう。バイバイ、さようなら。